俺の登場はしばらくないぜ。お楽しみのハンバーグはとっておく。そういう子なんだよ、俺は。俺のこと忘れるなよね、ポリパゼ。次こそ面白おかしく血祭りにあげて差し上げるんですよ。ルカ兄ちゃん、大丈夫か？出血がひどいわ。早く応急処置を。町に運びましょう。俺のせいだ。さっさととどめを刺しておけばルカは。スパーダ、後悔など後でいくらでもできる。担架を組む、手伝え。イリアは大きな布を用意、アンジュは応急処置、スパーダとコンウェイは担架を組むための木を探せ。ハスタのやつが慌てて駆け出していったよ。気色満面って感じで気持ち悪く。そんな話どうでもいいわよ。医者はどこ。医者って怪我人か。や宿屋に運び込め。すぐ手配する。くそ。何連呼しとるんや。嘘なんかいな。口が悪いみたいね、スパーダ君。せえな、ほっといてくれよ。すまねえ。スパーダ、ちょっと落ち着きなさいよ。ルカが死ぬわけないじゃん。足りねえだろ、死なせるもんかよ。俺は絶対ルカを守るんだ。今度こそって、それどういう意味？あれ？俺、なんでそんなこと言っちまったんだ？混乱してるよね。大丈夫？ちょっと水でも飲んで頭冷やしてくるよ。ルカ、大丈夫か？しかし。私、ルカ君のガーゼの替え、用意してくるね。なあ、ルカ。お別れなんて少し寂しいんだな。しかし縁起でもないこと言うのやめなさいよ。いや、最悪の事態は想定しておくべきだろう。最悪って、まさかルカが遺体をどうするのか、両親のもとに送り届けるのか、それとも遺髪や遺品のみを送るのか。そんなこと今考える必要ないじゃん、リカルドのバカ。イリア姉ちゃん泣いとったで。リカルドのおっちゃん、いらんこと言うたんじゃ。ルカが死んだ時のこと話してたんだな。しかしそんなん考えんでええって。そない簡単に死なへんもん、うちの子は。そうだね、大丈夫さ、ルカ君なら。だといいがな。いつにも増して顔色が悪いけど、あなたにも不安になることがあるんだ。そんなに彼のことが心配？心配していないと言えば嘘になる。何せ雇い主の友人だ。そう、雇い主の友人ね。あ、そうだ。ただそれだけだ。ルカ、俺はお前を死なせねえ。絶対だ。創世力の守り手ケルベロスよ、我が名はアスラ。創世力をもらい受けに来た。うわん、待ってたわ。そろそろ来る思ったわん。天上界の統一、それがお前の課した試練だったな。ではいただいていこうか。わんわん、渡す、少し惜しいわん。なんだと。俺にはまだふさわしくない、ケルベロスよ、そう言いたいのか。違うわん、創生力は噛み心地いいわん、じゃれる、楽しいわん、心残りだわ。そんなこと知ったことか。
早く創生力を渡してもらおう。マーツーは言っておくことあるわよ。創生力の使い方知ってるわ。使い方だと？そうわ。始祖の巨人の意志が創生力に込められているわ。献身と信頼、その証を立てよ。さすれば我は振るわれん、という言葉伝わってるわん。この始祖の巨人の意志には従わないといけないわん。それが使い方わん。献身と信頼、その証を立てよ。さすれば我は振るわれん。どういう意味だ、ケルベロスよ。そうなん知らないわ。自分で考える、いいわん。まあいい、とりあえずいただいていく約束だ。わわん、口が寂しいわ。とうとう手に入れたぞ、創生力。これで新たな世界が作られる。本当に新しい世界を作るの？でも、じゃあどうして天上界は滅んだの？ねえ、アスラ。何者をも犠牲としない。地上人の魂すら犠牲としない、正しき姿の世界。この力で、新たな世界を作ることができる。世界を滅ぼすんじゃなくて？俺はこの手で世界を作る。新たなる素晴らしき世界。でも天上界は滅ぶんだよねえアスラ。始祖の巨人が望んだ世界、俺が始祖の巨人の悲願を。誰かが僕を呼んでる。ルカ、ルカ、目を覚ましてくれよ。あれ、ルカ、気がついたか、目が覚めたか、よかった。痛いよ、スパーダ。何、どうしたの？ほら、スパーダくん、怪我人にはもっと優しくね、ルカくん。ずっとうなされてたのよ。ああ、だからつい大声で呼びかけちまった。うるさかったか？ううん、目が覚めたのはスパーダの声のおかげだよ。僕、どのくらい眠ってたの？丸3日ね。本当、死んじゃうかと思った。よかった。あー、マジよかった。目を覚ましてくれてありがとな、ルカ。お前が死んだらどうしようかと。俺、痛いよ、痛いってば、スパーダ。こら、スパーダくんたら、もういいよ、このままで。ちょっと痛いけど。あー、すまねえ、つい嬉しくってよ。心配かけてごめん。君には前世から迷惑の掛け通しだね。気にするな、心配くらいさせろ。俺たちはただの仲間じゃねえだろうが。俺はお前がただ目を開けてくれただけで、俺もう、あー、やっぱ嬉しいわ。もう一回ハグしていいだろう？ダメよ、スパーダくん、いい加減になさい。じゃあ代わりにアンジュにハグしていい？ダメよ。っていうか代わりにって何？失礼ね。おお、ルカ起きたんだな。しかし、このおだんこルカ、心配ばっかかけさせて。ルカ兄ちゃん、目覚めたんか、よかったな。おはよう、みんな。なーにがおはよう、みんなよ。もうとっくに夕方だっての。ほんとにのろまなおたんこね。
あんたの間抜け面見たら眠くなってきた。私ちょっと休むから。また怒らせちゃった。あんな、これ内緒やで。イリア姉ちゃん泣いとってん。ずーっと兄ちゃんが寝てる時も、目覚まして声聞こえてきた時も。そやから堪忍したってな。うん、分かったよ。でもな、うちは泣かへんかったで。うちまで泣いたらみんな困りよるからな。えらい？うん、えらいえらい。兄ちゃん目覚めてくれてお気にやで。おう、目が覚めたのか。ちょうどガルポス行きの乗船券が手配できたところだ。ただ出航は明日以降になるそうだがな。じゃあ明日まであと一日ここで静養しようよ。ここの温泉は傷にいいそうだから、今のルカ君にはちょうどいいじゃない。おお、それナイス。温泉入れるかルカ？うん、それくらいなら多分大丈夫。じゃあ俺ちょっと用意してくるわ。ルカ、お前も用意できたら来いよな。浴びてくっか。にしてもすげえな、刺された腹が3日で塞がるって。お前不死身かよ。前はそんなことなかったんだけど、みんなと旅するようになってから怪我の治りがすごく早いんだ。それにみんなが急いで手当てしてくれたおかげもあると思う。まだちょっと痛いけどね。おお、怪我の治りは俺も同じだな。記憶を取り戻してることに関係あんのかな。やっぱ記憶といえばさ、目が覚める前に僕前世の夢を見てたんだ。アスラが創生力を手に入れた夢。創生力には始祖の巨人の意志が込められていて、使い方があるんだって。使い方？詳しくはわからない。でもアスラは天上界を滅ぼすつもりじゃなかったみたい。そりゃそうだろう。滅ぼすつもりで統一するなんて意味ねえもん。アスラが創生力を手に入れてから一体何があったんだろう。マティスが、魔王が関係あるのかな。その話今はやめとこうぜ。また後で考えよう。今はゆっくり休むのが先だ。うん。広い風呂は楽しいんだな。しかしなんか喋るよルカ。なんかって何？そうだな、この旅終わったらどうすんのかとか。そんなのわかんないよ。学校に戻って卒業して父さんの仕事を手伝うんじゃないかな。そういうスパーダはどうするのさ。そうだな、久しぶりに親父にでも会いに行ってみるかな。リカルドのおっさんは？契約が終わってアンジュからまとまった金が手に入ったらか、狩りでもして暮らすのかもな。なんだ、傭兵辞めるのかよ。傭兵をやっているのは他に生きる術を知らんからさ。好き好んで戦場にいるわけじゃない。コンウェイは？僕は国に帰ってやることがある。でも今は学生の身だから、せいぜい見聞を広めるよ。やること？うん、まあその前に生きて国に帰ることができればだけどね。こらエル、飛び込んじゃダメって何度も言ってるでしょ。なあほな、この状況で飛び込まん方がおかしいで。それにそれを言うんやったら、うちかてアンジュ姉ちゃんには隠しても意味ないって何遍も言うてるやろ。隠しとっても横からはみ出しとるんやからな。あ、ちょっとエルったら、もうどこ触るのよ。逆にイリア姉ちゃんは隠れすぎてて触り通っても触れんけどな。なーにをエル、
あんたなんて隠すところもないじゃない。うちはええねん、将来性はあるさかい。その点、イリア姉ちゃんは将来性も絶望やな。この口か、そういうことを言うのはこの口か。なんや、気にしとるんやったらアンジュ姉ちゃんの腹の肉分けてもろたらええのに。この口ね、そういうことを言うのはこの口ね。なあ、なんでみんなで聞き耳立ててんだよ。いや、まあ、なんだ。うん、まあ、なんとなく。でも、やっぱりいけないよね。いいんじゃないかな。昨日エルマーナにそれとなく聞いたら、男性陣へのサービスなんだってさ。ああ、だからあいつ毎晩わざわざ大声出してんのか。じゃあ、イリアたちは聞こえてること知らないの？バッカ、お前、そんな大声。ちょっとルカ君、いるの？え？何やってんのよ、タンコルカ。男湯って離れてるんじゃないの？入り口は離れとるけど、湯船はすぐ隣やで。しかも中で繋がってんねん。うち潜って探検してきた。ちょっとルカ、早く出て行きなさいよ。出て行かないと来いよ。ちょ、なんで風呂に銃持ち込んでんだ、イリア。お前俺たちを殺す気か。お望みとあればね。デスパーダもいたの？あんたたち早く出てけって言ってるでしょ。さっさと出て、さっさと寝なさい。それとも永遠に眠らせてあげようか。センサスの勝利は見えたな。ラティオの残党軍もいずれ完全に駆逐する。そうだな、じきにこの戦いも役目を終える。引退するとでも言うのか。お前は俺と共にやる。これまでも、そしてこれからも。我の目的はこの戦を終わらせること。我を生んだバルカンの願いを叶えられればそれでよいのだ。アスラよ、我が主よ、この戦が終わった暁には我を破壊してくれ。何を言う、我が友よ。これから作られる新しき世界を見てみたくはないのか。我はお前を、そして多くの者を守った。実に誇りに思う。だからこのまま去りたいのだ。バカなことを。お前はもはや俺の肉体の一部。イナンナと同じくね、俺は。お前もイナンナも決して手放したりはしない。決してな。我が主ながら無邪気なものだ。今の我の持ちたるこの感情、これが哀れみか。今ほど我が身を呪うことはないな。我が意志を持たぬただの剣であればどれほどよかったことか。我が我が友の陣営のただの一兵士に生まれればどれほどよかったことか。いや、もはや何も思うまい。これもまた運命。この時この場所へ生まれいでた我の運命なのだ。なんだ今の夢。アスラに俺が笑われてたような。ああ、くそ、うまく思い出せねえ。でも
あの言葉が嬉しかったことだけは覚えてるな。決して手放したりはしないか。ルカ、俺もお前を、できることなら、この旅が終わっても、ずっと。おはよう、スパーダ。どうしたの？もう体は平気か？うん、もうバッチリ。そうか。じゃあ下に行こうぜ。もうみんな待ってるかも。主人の話だけではようえんな。どうしたのみんな、何かあった？それが鉱山で落盤事故があって、ガラム港に戻れないそうなの。何？じゃあガルプス行きの船はどうすんだよ。鉱山が復旧するまで足止めか。それが、いえね、お客さん、それがどうやらよくある落盤事故じゃないみたいなんですね。噂じゃ見たことねえ生き物が現れたとか、落盤よりもそっちが危ねえって話で。ちゅわけでうちらもよう話がわからんねん。じゃあとりあえず鉱山の入り口まで行ってみようよ。ここにいてもしょうがないんでしょ。そうだな。次の船を逃したらガルポス行きもいつになるかわからんしな。落盤よりも見たことない生き物ってのが危ないんならよ、俺たちなら問題ねえだろ。とにかく一度鉱山へ行ってみようぜ。それにしてもリカルドってやっぱ冷てえな。ルカが死ぬこと前提に話するなんてよ。確かに軍人なら最悪のことを考えるのは仕方ないのかもしれないけど、ちょっと冷たいかも。ああ、あの話ね。ルカが目を覚ましたからいいけどよ、俺が直にあの話を聞いてたらぶっ飛ばすところだったぜ。スパーだってたまに物騒よね。ねえリカルドのことだけど、彼は…ああ、私は別に怒ってないって。確かにちょっと冷たいとは思ったけど、リカルドとしては仕方ないんでしょ。今の聞いてた？何の話だ？みんな気がついてないみたいだけど、あなたがちゃんとルカ君の乗船券も用意してたってこと。うん、俺は無駄が嫌いなたちでな、チケットが一枚無駄にならずに済んでほっとした。最初からそう言えばいいのに。どうしてルカ君の遺体の話なんて。最悪の事態を想定しておけば、それに耐える心構えもできるだろう。
いきなり友を失う辛さはガキには耐えられん。みんなに誤解されたままで、あなたはいいの？構わんさ。他人から誤解を受けることなど慣れている。いちいちそんなことを気にしては傭兵などやっておれんからな。憎まれ役も大変だね。うん、そうだな。やれやれ、素直じゃないな。もうルカのやつ、なあ、もうルカったら、ルカめ、ルカめ。どうしたの？ルカルカって何度も。何度もなんて言ってないってば。今間違いなく言ってたじゃない。でも本当は嬉しいんでしょ？ルカくんが目を覚ましてくれて。別に嬉しくなんか。うん、そう？そりゃまあ嬉しいけどさ。じゃあ直接そう言えばいいじゃない。そんなのできないもん。どんな顔してどんな言葉かければいいかわかんないし。もう困った子ね。ルカくんも困った子だけど、ここにも困ったちゃんがいたみたい。変だ、もうほっといてよ。照れちゃって、もう可愛いんだから。